女子プレートラクロ、はい、英語力チェックすることでやっぱり反対でしょ。おお、そうなの。ああ、高校これ間違ってますね。この関係代名詞とかが来た時に、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです、はい、あれ、講師なんですよ、ね、小倉さん教える側じゃなかったんですか。いや、僕は英語はほぼ教えてるんで。なるほど、はい、上大学院受けるので、はい、そうです。東大、はい、和訳めっちゃ大変ですからね。長いんですよ。長いんですよ、ね、とにかく。よろしくお願いします。は、はい、英語力チェックということで、はい、わかりました。忖度抜きで合格できるかどうか、はい、で、まあ、問題を見るかぎりどこがじゃあ近いんだと、入試問題だったら、やっぱり反対でしょ。おお、そうなんですね。僕の問題は、最初が和訳なんですよ、うん、はいはい、まあ、そこで練習になるかな。22年のおー A の方をやりたいと思います。ちょっとね、B だとね、宗教の内容ちょっと魔法チャンネルみたいになっちゃうんで。あ、いいじゃないですか。いやいや、まあ、それ実力チェックにはこっちの A の方を。こんなのめっちゃ助かるんじゃないですか。あ、ありがたいですね。じゃあ、やってみてみましょう。いや、今なんかすごい動画も思い出しますけど。最初の1分がやっぱりちょっとうまくやってる。じゃあもうそれ以外は OK ですか。あ、それ以外はまあ、新宿英語、はい。Many foreigners identify what they think as a dog's guilty look, but science has shown that this is actually a reaction to the owner's body language at that moment. Guilt is a relatively complex emotion.The dog is simply worried that it's about to be punished without knowing what it's done wrong. はい、はい、じゃあ、出ましょうか。回答、あれ、魔法さんの回答が、いや、ひどい役になりました。大勢のオーナーは、彼らが考えることは、犬が罪の目であるとみなす。ギルティールック、ルックが目、見る、うん。彼らが考えることは犬が、ああ、肛門取り間違ってますね。しかし科学はそれは実際同時にオーナーのボディーランゲージに対する反応であることを示している。同時に、アットザセイモーメント、アットザットモーメントですよこれ。あ、セイなんかどこにも書いてないですよ。罪は比較的複雑な感情である。あ、ギュートを罪だと思ってるわけですね。罪ではない、だって罪は感情じゃない。犬は単純にそのなされた悪いことを知ることなしで罰されること、罰される、罰される、罰せられるじゃない、罰せられる、罰されることになることを心配しているのである。はい、見事に反対の手の中を取ってますね。全部ですか。全部かは分からんけど、まあ俺が選んだ理由にちゃんと引っかかってますよ。ここに引っかかるだろうなって思ったところにちゃんと引っかかる。そうですか、従順な事故者ってことですね。従順な意味です。犯罪はこれを狙ってるなっていうのは当然こっちも分かるんで、で、まあ、これに引っかかるんじゃないかなって思うところにちゃんとこう用意されてる網にこう引っかかりながらやってる感がすごいですね。犬になってしまいました、はい、まずはそのワットの塊が間違っちゃってるんで、はい、薄いな。ああ、そっか、 What they think で終わるんじゃないですか。そうです、 What they think でかぶっちゃダメなんですよ。どうしないといけないですか。この文法事項知ってますか。文法事項、はい、この関係代名詞とかがこう来た時に思う言うが来てぶった切りましょうねってやつですね。はいはいはい、それをやっちゃいました。ここが見えてない、だからもうおしまいです。あ、関係問題です。じゃあどうするんですか。こうなりました。これだったら、あ、そうか、全進行抜いて考える。そうそうそう、全進行抜いて、What is a dog's guilty look っていう風にするんですね。罪の目線、うん、目線見る。Look って何だか分かるんですか。見る。Look って。あ、見られる。視線。視線じゃないですね。Look っていうのは顔の表情とかのことですね。あ、なんでその犬の罪悪感のある表情、つまりは後ろめたそうな顔とかって予約されるんですけど、犬が後ろめたそうな顔をしていると飼い主たちは思っている。
その表情っていうのを確認しますよ、それに気づきますよって言ってですね、前の人たちは。で、ただその罪悪感を持ってるようだと思ってるんだけど、でも実際はそうじゃない、科学的にはそれは違うんだよって。で、はい、アタックモメントは何て言うんですか。その時、そうですね、その時点でどうなってるんでしょう。その時点で、まあ、オーナーのボディーランゲージ、まあ、身体言語でもいいですか、ね、うん、はい、ボディーランゲージに対する反応であることを示している、そういうことですね、はい、そうです、うん、だから別に罪の意識があるって思ってるけど、オーナーたちは実際はただそのボディーランゲージに対するリアクションなんだよって、うん、でだから guilt is a relatively complex emotion なんで、その罪悪感とかその後ろめたい気持ちっていうのは比較的複雑な感情じゃない、うん、で、the dog is simply worried that it's about to be punished. そこですね。はい、it's about to be punished. さあ、どういう意味なのか分かってますか。この、こことその後ろが、はい、分かってないんだなっていうのは分かるよね。見事に引っかかってしまう。引っかかってですね。はい、これは about to be punished. あれ、罰されることになる。まあまあ、そうですね。はい。で、意図が指すのは、ザドク。そうです。犬が、あ、これから俺、何か罰を与えられるんじゃないのって思ってる。Be about to do ですか、はい、覚えてますか ?Be about to do。あ、もう、そうですね。だからここが、これを分かりにくくしてますね。What is done wrong? これが何だか分かんないと思うんですよ、ね。It's done wrong を縮約形を脅かして、さらに意図が指すのが何かを考えてやらないといけないですね。それってやっちゃってるっすんで、もうダメなんですか。それってやっちゃいました。そう、それじゃダメなんですね。じゃあどうしなきゃいけないんですか。あの、主語を示してあげる人。そうです、主語はこれ、ザ・ドッグ。そうです、犬です、まずこれ。まずこれが犬だってことが分かってないんです。はい。そして犬がなされたことが悪いことだと。そう、だからなされたってやってるっすんで、もう分かってないことが分かるんです。はい。この S は何ですか。この S、アポストロフィー S は、アポスト、It isイトハズダン、あ、そうですね。ハズダン、あ、そうですね。で、ハズダンで目的語がこのワットなんですよ。これが見えないっていうのを判断を知ってるので、do something wrong の構文だっていうふうに気づかなきゃいけないわけです。うん、はい、did I do anything wrong? ですね。なんか悪いことしたとか、そういう時のダンなんとかを前に出してるので、わからなくなってるんですね、これね。そう、だから、do 何々 wrong の興奮を聞きたかったんです。だから、犬は、なんか悪いことしたんって、やったのっていうことを知ることなしに。だから別に、犬がなんか悪いことして、罪の意識を持ってんだって飼い主たちは思ってるけど、そんなことは別にないと。絶対何をしたのかわかんないままです。自分がそのした悪いことっていうのを知ることなしですね、上田の意味なんで。そう、だから犬が絶対自分がしたその悪いことっていうのを知らないまま、え、なんか、罰せられるのこれからって不安になっているだけなんだよっていうことです。これから俺も罰せられるの、今から罰せられるのっていうふうに思ってるだけってことです。だから罪の意識があるわけじゃなくて、こうやってバーンってなんか割ったりして、わーって言って飼い主がなったんで、やべえこれから俺なんかやられるって怯えてるだけだよってことです。でもそういう罠が仕掛けられてたんです。まあ、ここはね、イットが犬っていうのは気づけたけど、これがね、イズなんで、さらにここがハズだって気づきづらいって。あ、仕掛けられてる罠なんですよ。これ、これに2つも引っかかりました。そうです。これがね、だからワットね、ワット2つありましたけど、そう、ワットでありの、イットでありの、イッツ、イッツの罠。こういうのをちゃんと文脈から判断して、見抜けないといけないっていう問題でした。はい。わかりました。さあ、多分、意味によって違うと思うんですけど、大体6割とか7割くらい取れたらいいって感じですか。いや、それも全然その年のものによります。ベルカーブで見せられるので、平均がどれくらいとか全部相対評価なんで。相対評価で受かるんですか。そうです。そこでこれぐらいまでいってるから、じゃあこの人を取ろう。そんなことないするはずですよ。じゃあベルカーブ取る意味ないんで、絶対評価だったらいらないんで。そうそう、確かにそうです。で、何人受かるとか、それもバラバラ。バラバラです。あ、そうなんですね。え、何人ぐらい受かる。でも斜め程度っていう感じです、うん、でも多分確実に説明会の様子とか見るとそれより多いですね。受験する方が、それもそうでしょう、はい、受験する人が少ないことはないですよね。でもそうですね、少なくとも30、40名くらい受けるんじゃないですかね、うんうん、なるほど、まあ、斜めよりも上に取ることもあるかもしれません。そこでね、高等諮問の時にやっぱりビハインドはあるので、うん、学科が違うじゃない、プロの時のっていうのは、それはあるんで、はい、上もね、英語学ですけど、うん、言語学と英語学と違うものなので、
それを聞かれたんで、なんで英語なの、うん、で、まあ、僕の場合、回答は用意してたんで、慶応は言語学がない、うん、言語学っていうのがなくて、言語学を勉強したければ、英語学をやるしかなかったんでっていうのを用意してたんで、うん、で、僕の教授は慶応で教えてた人だったんで、うん、だから知ってたんで、うん、それをちゃんと高等下関で、こう教授が何人もいる中で、それをちゃんと説明してくれたんで、その教授も、うん、そうなんですよ、慶応はなくと。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、頑張ってください。じゃあ、残り1ヶ月。はい。頑張ってください。頑張ります。